さあ、本日は密着取材ということで、よろしくお願いします。お願いします。あれ、今日は何時に起きられたんですか？さっき、なんで、11時過ぎですかね。そうなんですね。今日のご予定は？今日の予定は、特にないですね。特になくて、まあ、ご飯食べたり、横になったりします。あ、なるほど。じゃあ今日はオフということですかね。まあそうですね。はい。まあでもほとんどオフっていう形はないんですけど、時間があればパソコンいじってます。あ、なるほど。オフがないっていうことなんですけれども、はい、お仕事は何をされてるんですか？動画作ってます。動画？はい。何系の動画を作成されてるんですか？何系？ YouTube ですね。あ、YouTube。はい。なるほど。ということは、翔太さんは YouTuber ということになるんですかね？まあ、そんなおこがましいですか。それとか、あとは他の方の編集とかもしてます。あ、なるほど。はい。じゃあ、まあ、動画を作っている、まあ、YouTuber をやりながら動画編集もやっているというような感じですかね。はい、そうですね。はい。あ、ちなみに、はい、今、何組くらいの動画を編集されてるんですか？ちょっとそこは、守秘義務もあるので。あ、お答えできないと。はい、あ、失礼いたしました。はい、翔太さんはあれですか？起きてすぐパソコンをいじる感じなんですか？そうですね。朝起きたら、だいたい LINE が入ってるので、はい、まあそれはだいたい動画のことなので、はい、その確認で見ます。あ、そうなんですね。お忙しいですね。いやいや、全然。これからのご予定は？これからは、まあ、昼、もうすぐ12時になるのでご飯食べたりとかしようかなと思います。あ、なるほど、なるほど。まあ、ちなみになんですけれども、はい、好きな色は？好きな色か、好きな色。ピンク。あ、ピンクがお好きなんですね。うん。なんでピンクがお好きなんですか？なんか小さい時に、クレヨン、みんな幼稚園とかでさ、使ってて、で、ピンクばっかり使ってて、その時。でもその時から多分ピンク好きだったんだなって、なんか、生まれつきピンクが好きなんだと思います。あ、そうなんですね。いいですね、ピンク。はい。はい。あ、今着てらっしゃるのは、はい、パジャマですけれども、うん、普段はパジャマを着て？パジャマは最近着るようになりました。このパジャマ着てて。あ、うん、でも、どうだろう。冬も着てる時期あったから。うん、夏は結構、なんか、あんまパジャマ決めてなかったんですけど、まあ買ったので。なるほど。あ、どちらに行かれるんですか？コンタクトつけます。あ、なるほど。翔太さんは今、一人でお住まいなんですか？なわけないじゃんよ。なわけないでしょ？申しますと、どういうことでしょうか？一緒に住んでる人いるんですよ。あ、お二人でお住まいなんですか？実は。あ、その方はどういった方なんですか？どういったご関係の方なんですか？は、大事な。大事な旦那さんかな。あら、旦那様と一緒にお住まいということで。そうです。はい。ご結婚されてるんですか？あ、結婚、まあそうですね。結婚ですかね。はい。パートナーシップ先生っていうのが日本にはあって、それをしてます。なるほど。ご結婚されてどれくらい経つんですか？結婚したのが2018年の9月6日なので、そこからずっとです。あ、そしたら大体3年くらいと。3年、4年くらいっていうことですかね。うん。なるほど。どうですか、結婚生活？変わんないですよ、特に。楽しくやってます。どういったところが楽しいですか？どういったところが楽しい？難しいな。ご飯一緒に食べれるのは幸せなんじゃないですかね。
なるほど、うん、まあご飯を食べたりする、まあ、日常的なことが幸せだっていうことですかね。そうですね。あ、なるほど、フォローさせていただきました。ちなみに将来の夢とかございますか？夢？いっぱいあるんだけど、あの本出したいなとか思ったりしてるのとか一つと、はい、あとはそうだね、なんか自分のなんかラジオとかしたいなとか思うし、あとはやっぱ映像作りをどんどんもっともっとしていきたいっていうのもあるし、毎日なんかずっと忙しくあっていたいなと思います。なるほど。本はどういった内容の本を出版されたいと思ってるんですか？自分の過去だったり、僕はそのなんていうのかな、日記をつけてた時期があって、はい、あの思春期の時に、はい、その日記、まあ、3、4年、4、5年分溜まってるので、それをちょっと載せて、なんかいろいろそういうなんか人生とかに迷ってる子にヒント与えられたらいいなと思ってますけどね。あ、なるほど。じゃあまあ自伝ということですかね。そうですね、はい。まあ、翔太さんは、うん、セクシャリティで言うと何になるんでしょうか？はい、僕はゲイですね。自分がゲイだと認識したのはいつ頃からですか？最初から？最初からというと最初からよ最初から、まあ、生まれた時からということですか？そうだよ。女性と付き合いをされたことはございますか？ないです。あ、ないんですね、うん、じゃあ生まれて今まで、うん、お付き合いされてきたのは男性の方と。そうです。女性の方を好きになったことは一度もないんですか？性的なものはないですね。人として好きなの人はもちろんたくさんいます。ああ、なるほど。まあ、今の旦那さんとお付き合いされたきっかけは何ですか？ SNS、Twitter で知り合いました。うん。それでお付き合いをすることになったと。うん、うん。どちらから付き合うことになったんですか？ああ、どうだったかな。ま、あのお互いがお互い好きだったから付き合ったんじゃないかな。いいですね、うん、あれ、眉毛カットされてますけれども、普段美容とかに興味があったりするんですか？整える程度です。ところで翔太さん、はい、座右の銘はございますか？死ぬこと以外かすり傷。死ぬこと以外かすり傷。うん。それはどういう意味ですか？死んだら、あんま死とか言葉使いたくないんだけど、死んだら何もできないけど、それ以外は何でもできるから。ああ。なるほど。まあ、恐れずに何にでも挑戦していくと。そうですね。そう思ってます。あ。うん、今後、チャレンジしたいことは何でしょうか？チャレンジしたいことは、いろんな人と出会って、チャレンジしたいこと、そうだな。結構いろいろ自分的には、自分が思ってることは叶えてはいるんですけど、なんだろうな。まあ、いろんな人に出会ったり、仲良くしたい人と仲良くしたりしたりして、あとは、もっともっと感動、させられるものを作ったりとか、そういうのをしていきたいなと思いますね。ありがとうございます。ティッシュ、鼻がみたい。ちょっと頭があれだからな。ちょっと、可愛くぶっちゃおう。翔太さん、先ほど、はい、自分ご自身で本を出したいとおっしゃってましたけれども、はいはい、本自体は読むことはお好きなんですか？うん、本は、そうですね。読んだりもしますけど、最近はちょっと読んでないな。あ、読むとしたらどういったジャンルの本を？小説とか、ミステリーとか読んだりしたけど、ミステリー違うな、なんか、は、うん、そう、うん、難しいね。うん。で、最近読んだ本の中で一番面白かったのは何ですか？全然ずっと読んでないからな。忘れちゃった。そうなんですね。はい、まあ、噂によると、なんか BL の本も、だと、聞いてるんですけども。いい、それ入れていいの？それです。それ入れていいの？
それは漫画じゃもう入れていいでしょ、本だもん。そうですね。失礼しました、急にタメ口で。いえそうですね、BL 漫画はちょろっと読めます。 BL 漫画の魅力を教えていただいてもよろしいですか？魅力？なんか現実っぽくはないかなとは思ってて、主人公たちと自分は多分ほとんど変わらないんだけど、でも現実味はないかなっていう印象、あくまで漫画かなっていう印象ではあるかなと思います。なるほど。まあ BL はファンタジーだと。そうですね。ただ映画はまた別かな。BL 映画ですか？そうですね。大体映画は見てるんですけど、ヒズっていう作品があって、それは結構現実、もうほとんどそのファンタジーの世界じゃなくって、現実に起こり得る話だなっていうイメージ。なので、ぜひ見てもらったら嬉しいです。あ、そのヒズにご出演されてるんですか？なちゃうわ。してないですよ。ただ、なんか、うん。俺は、BL っていうくくりの中で、作品の中で、一番、うん、割とリアルというか、うん、共感持てたから、ぜひ。さて、食パンを取り出しましたけれども、今から、朝食をお召し上がりになる感じですか？そうですよ。パン食べます。お腹空いちゃった。翔太さんはパンは焼かない派なんですね。あー、焼かないかもしれない。おいしい。今ね、あ、太るよって言われるかもしれないけども、そのマーガリンが毎日食ってないよ。毎日食べてないけど、マーガリンが本当に好きで、美味しい。週1回ぐらいですけど、パン食べます。そうなんですね。うん。あれ、翔太さん、洗濯機の上にゴミを置くタイプなんですか？ゴミ袋でかいやつ買っちゃったから、仕方ない。あれ、翔太さんはいつも台所でお食事をされるんですか？うん。それはなんか理由がある、あったりするんですか？昼間は、まあ夜は向こうで食べるんだけど、昼間はここを机にして食べてるのね。あ、こちらの。はい。そうそう。こうやって食ってる。ああ、なるほど。そう、楽だから。だってここで食べたらここでかざして、でここでねやれるからさ、めっちゃ楽でさ。じゃあここで食べてますね、昼間は。ああ、なるほど。うん。お昼はいつも一人でお召し上がりになるんですか？そうですね、うん、一人で食べるか、食べない日もあるんですけどね。そこはちょっと前日の食べた量に調節して言います。なるほど、うん、ありがとうございます。ひょにょというわけでですね、今回は、まあ、密着取材ということで、いろいろ質問をさせていただいたんですけれども、はい、映ってよ、最後。映せないのよ、俺、寝起きだから。やばくない？うん。こんな格好で撮っておりました。